どうも、としやです。ソニーの G マスター 2470mm の2型、これをちょっと購入してしまいました。で、僕のチャンネルで過去にご紹介したことがあるんですけど、シグマの 2870mm の F2.8、 この軽いやつ、これもご紹介してたことがあって、まあ、正直似たようなレンズが今2本あるんですよ。で、シグマの方は売る予定です。こっちに乗り換えたっていう感じなんですけど、で、まあ、正直ね、値段も全然違うんですよ。こっちがね、多分10万円ぐらいと、こっちが30万円弱、まあ、29万ぐらいと10万円ぐらい。まあ、大体3倍ぐらい高いんですよ、ソニーの方が。むちゃくちゃ高い、いいレンズ。ただ、これね、値段も違うんですけど、値段も違うから、比べるものでもないのは100も承知なんですけど、僕が、こう、30万も払って、買いがあったのかっていうのを自分でこう納得したいからっていう理由でちょっと比較してみました。差がね、20万近くあるんで、その20万円分の価値を感じることができるのかっていう比較をしてみました。もちろんね、こっちの方がいいに決まってるんですよ。いいに決まってるけど、本当にそこのいいと思う部分に20万円も払う価値があったのかっていうところですよね。というわけでいろいろちょっと比較してみました。なんといっても画質じゃないですか？皆さん気になるところっていうのは。ちょっと写真ではあるんですけど、まあ、僕はちょっと動画メインでは比べたいんですけど、4K の画質だと画質の差が感じにくいかなと思って、まず写真をちょっと取り比べてみました。で、ちょっとこの白馬さんには申し訳ないんですが、このレンズのクリーニングティッシュの箱が結構文字がちっちゃかったんで、これでちょっと取り比べてみました。撮影の条件としては F2.8 開放で撮ってます。なんか周りのこのボケ方とか、F2.8 なんで中心はピンときてても周りがちょっとボケるかなと思って、あえて開放で撮ってます。で、レンズは 50mm で取り比べてみました。で、色温度は、4500で撮ったかな。ちょっと覚えてないですけど、同じ色温度で撮ったんですけど、意外と色違うんだなって感じですね。こうシグマの方が、まあ、赤みがかってるっていうかな。シグマに比べてソニーの方が若干青っぽい印象ですよね。なんか真っ白のこの箱を見比べると。で、これ一番ね、差が実感できたのが、ちょっとこの箱の右下の部分の975、バーコードら辺ですね。この9759のあたりとか、シグマの方めちゃめちゃこうシャーがかかってる感じ、シャープさが全然ないんですよね。センター部分の使用上の注意とかのところで言うと、もう全然差はないんですけど、やっぱり端っこの方に行くにつれて、こうシャープさが全然違うなって感じましたね。こう中心部は同じぐらい綺麗ですけど、こうちょっとでも周りに外れていくと、すごい画質なのかな、これこんなに違うもんなんですかね。で、これごめんなさい、後で気づいたんですけど、これちょっとライト当ててるんですよ、箱に。そのライトの光が、僕ここの前にモニターを置いてて、そのモニターに若干反射してレンズに光が差し込んでるから、こう余計このシャーがかかってるように見えちゃってるかもしれないです。まあでも同じ条件ではあるんですけど、これぐらい差が出るんやなーって感じですよね。これ結構僕は画質の差を感じましたね。で、一応動画も撮りました。同じような条件で。これとこれ。これも 50mm やったか 35mm かな。ちょっとどっちか忘れましたけど、これも若干光が反射してしまってます。でも、これだけのこう差が出ますね。なんか、すごいです。すごい。こっちが、シグマで、じゃあこっちがソニーで、こっちがシグマ。すごい違いすぎません？これ。まあ、逆光、やや逆光になっちゃってるんですよ。光が反射しちゃってるんで。にしても、これだけ差が出るんやって、これ僕の中ですごく実感できたポイントですね。そうだな、これまあ、20万の差を埋めるってなったら、この逆光の体制の違いっていうのは、まあ、3万円としましょう。3万円。ここで、ペイできました。この逆光体制の、この画質っていうのかな、逆光体制になるんですかね、これは。この差は3万円ペイしたとしましょう。で、さっきの JPEG の画質の差も、まあ、3万円ぐらいかな。だから今、6万円ペイできてます。で、ちなみにというか、ちょっと別件で、結構接写できるんですよね。その近くで撮れる。
レンズに対して被写体をこう近くでもピントが合うんですよ、割と G マスターの方は。でこう取り比べてみたら大体こんな感じの差が出ましたね。このガチャガチャのこのクマさんなんで、サイズはもうこんなもんです、こんなもんですね。これをこのこっちがシグマで、こっちがソニーの G マスター、これだけ近くで撮れます。まあレンズが大きいからそうなるのかなって感じですよね。これはまあ近くで撮れる分に、撮れるに越したことはないので、まあ、こんなに近くで撮るかはわからないけど、近くで撮れるレンズの方がやっぱりいいので、ソニーの方がいいですね。これはいくらやろな、僕はでもそんなに接写で撮らないし、マクロレンズも持ってるんで、まあここは、15,000円としましょうか。なので今合計75,000円、ペイできました。ありがとうございます。あとでも125,000円ありますね。これは埋まるんでしょうか、この差は。さあどんどん行きましょう。続いてあの手ブレ補正。手ブレ補正の違いも実はあって、と言いますのも、ソニーのカメラにソニーのレンズをつけるか、サードパーティ製、いわゆるシグマとかタムロンとかサムヤンとか、他社のレンズをはめる時の手ブレ補正の効き方っていうのがやっぱ違ってくるんですよ。やっぱりソニーのカメラにソニーのレンズをつけた方が手ブレ補正の性能は最大限引き出されるわけですよ。っていうので取り比べてみました。で、取り比べると言っても、これ手ブレ補正の比べ方ってすごく難しくて、取り比べた条件としては、僕が2回シグマでこう歩く、ソニーで歩くっていう風に、すごい僕の力加減次第やんっていう感じではあるんですけど、僕は一応気持ち的には公平に全力で歩いて、全力で持って、すごいブレないぞっていう気持ちは同じぐらいで2回撮ってます。これはもう誓います。これは嘘偽りはございません。というわけで、ちょっとこれがまずシグマで、70mm で歩いてます。70mm が一番ブレるかなと思ったので、もう一番望遠にして、すご、あ、で、カメラはソニーの α7S3 で、アクティブ手ブレ補正を入れています。これで 70mm で、この壁に貼ったレモンに向かって、すごい慎重に歩くっていうやつですね。まずご覧ください。はい。まあ 70mm なんでこんなもんですね。で、次に、ソニーの方行きますね。はい、わかりましたかね。若干ソニーの方がやっぱりブレは少ないですよね。もちろんソニーの方が頑張ってるっていうことはもう絶対にないです。これは誓います。両方頑張りました。続いて、75mm じゃなくて 35mm でやりました。次がまずソニーから、あ、じゃあシグマからいきましょうか。はい、こんな感じですね。まあ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 って感じですね。で、続いて、ソニーの方、こうなってくると明らかにソニーの方が手ブレ補正効いてるの分かりますかね。もちろん同じぐらい頑張ってます。これはもう誓いますよ。で、続いて、まっすぐ歩くだけじゃなくて、ちょっとこう旋回気味にこうトルネード方式でこうえぐり込む感じのカメラワークもちょっと撮ってみました。まずシグマから、これクマさんに向けて動いてます。で、続いてソニー、ピント合ってないのはお察しくださいって感じですね。被写体がちっちゃいんで、まあ、これも明らかにソニーの方が滑らかですね。はい、まあ、これももちろん同じぐらい頑張ってます。で、続いて、次クマさんじゃなくて、こうなんて言うんでしょう、クレーン方式でこうカメラを下げながらカメラの向きをこう上げていくっていう感じのカメラワークでいきました。まずシグマから、すー、こんな感じ。まあ難しいんですよ、これ手持ちでやると。膝を曲げながらこうカメラを上げていったりってしてます。続いてソニー、まあわずかではありますけど、やっぱりソニーの方が手ブレ補正はめちゃくちゃ効きます。アクティブ手ブレ補正ですけどね。普通の手ブレ補正はちょっともう検証してないです。アクティブだけ検証しました。まあ、これを見る限り、もう明らかにもうサードパーティー製よりもソニー G マスターの方が
手ブレ補正の機器はまあいいと言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、ちなみにこれ G マスターの方が多分機器はいいですね。 G マスター以外のソニーの、 あの無印系とかツアイスとか G レンズよりも多分 G マスターの方が機器はいいかと思います。予想ですけど。はい、手ブレ補正に関してはね、僕すごく重要視してるので、ここの差っていうのは結構僕の中で価値が高くて、いくらにしようかな、今まで3万とかでしょ、うん、7万とかかな、7万。なので、3万、3万、1.5万、7万なので14.5万円まで来ましたね。 14.5 万円。さあ残り 5.5 万円は埋まるんでしょうか。続いて、比較したのが、玉ボケですね。玉ボケ、もうこれ動画で撮ったんですけど、動画の意味がないかなと思うので静止画でちょっと見ていきましょうか。これが、シグマのレンズですね。 70mm やったかな、確か 70mm で背景にもキラキラを置きました。こんな感じで、続いて G マスター、こちらこう見比べてみるとやっぱ若干違うんだなと思ったのが、この玉ボケのくっきりさっていうところですかね。見比べていくとやっぱりこうGマスターの方が玉ボケの輪郭がしっかりしてるんですよね。で、この玉ボケの中にこう渦が巻いてたりするんですけど、この年輪っていうのかな、年輪に関してはなんかあまり差はないのかなって感じました。違いはありますけど差はあんまり感じないですね。で、これちょっと面白かったのが、こうシグマの方を見てみると端っこの方、まあ、中心の玉ボケに関してはあんまり差がないんですけど、端っこの方を見ると結構もう半月になってるんですよ。玉が普通玉ボケってこう丸いんですけど、もう半月になってるんですよね、端っこの方とか。でも G マスターの方を見ると若干膨らみがあるという、玉ボケの美しさで言うとやっぱり G マスターだなーって感じましたね。うん、ただこのくっきりはしてますけど、これ僕の妻に聞いたんですよ。これどっちが好きって聞いたらシグマの方って言ってたんですよ。だからこの玉ボケがくっきりしてるからといって性能がいいとか印象がいいとかはあまり関係ないのかなって感じましたね。まあもちろん僕の妻の見る目がないのかもしれないんですけど、好みの部分もあるよなとは感じました。なんか若干こう、まあ玉ぼけってこう優しいふんわりした方がいい印象もあったりする場合もあるんで、まあこれに関しては好みなのかなって感じましたね。でもくっきりしてるシャープさがあるのはもう圧倒的に G マスターですね、これを見る限り。ここの差に関してはもう好みもあるんですけど、僕の好みで言うとやっぱ G マスターの方が好きなので、まあここも 1.5 万としましょうか。なので今16万円、あのペイできました。あと4万円、さあいけるかな。僕も今ちょっと適当に喋りながら言ってるので本当に20万円到達するかはわからないです。で続いて外観なんですけど、どうなんでしょうね。もう大きくなってるから、正直大きくなってるって意味ではマイナスですからね。こっち、あれですよ、比べるとですよ、乗り換えたことに関して言うと大きくなっちゃってる。もちろん G マスターの1型と比べたら軽くなってちっちゃくなってるから、これはプラスなんですけど、こっちからこっちに乗り換えたっていうと大きくはなってるのでマイナスですよね。だからこれはマイナス 1.5 万にしちゃいましょうか。だから 14.5 万に戻りました。あと5万5千円ですね。で、ズームのね、回転の方向が違うんですよ。シグマって半時計回りに回したらズームされるんですよ。グッて寄れるんですよ。でもソニーのこのレンズっていうのは、時計回りに回したらズームされる。だから逆方向なんですよね。でもこれは正直好みというか慣れというか、まあそこにどっちがいいとかっていう差はないので、まあこれは無視しましょう。まあ慣れですね。で、ここに絞りのリングがあるのもいいですよね。絞りのリングがあって。はい。で、これたまに知らない方いるんですけど、ここオートに、ここオートに合わせておかないとカメラの方で数値変えれないんですよ。これだけお気をつけください。カメラの絞りのダイヤル動かしても動かないって人たまに見かけるんですけど、ここオートにしたら、変えることができます。まあ、これはいいですよね。まあ、あんまり使わないですけど、まあ、ないよりはいい。僕、これ結構好きなのが、このズームの硬さなんですよ。結構サクサクなんですよ。こんな感じ。
シグマはこんな感じ。ソニーの 1.4 倍ぐらい力入れないと回らないっていう感覚かな。1.4 倍ぐらい力必要です、こっちの方が。だこっちの方が僕は好き。もう好みではあるかもしれないんですけど、こうスッスッスッみたいな感覚なんですよ。でもこっちはんんんっていうちょっと粘り気があるんですよね。なんか空気を含んでるのかな、なんかそんな感じ、ぬぬって感じなんですよ。でもこっちはスッ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 っていう感じ。わかります？これはもう触ってみないとわかんないですよね。まあそういうところ。あとここにボタンが2つあるんですよね、カスタムボタン。僕ここに結構その押してる間だけマニュアルフォーカス、オートフォーカスを切り替えれるみたいなカスタムボタンを入れたりするんですけど、このボタンっていうのは結構便利です。あと言い忘れましたが、ズームの硬さも選べます。これ今柔らかい方ですけど、硬いのにするとぐらいです。でこれでゆっくりこうズームしていくみたいなカメラワークはしやすいですね。まああんまりしないけど、基本はこう柔らかくしていてスッ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 っていう情報に状態にしておくかなっていう感じですね。さあ、まあ、このズームの硬さとか外観のこの操作性に関して言うと、まあ、シグマからは僕はこう、使い勝手が良くなったので、まあ、もう3万としましょうか。なので今トータルで言うと17万5千円、残り2万5千円。もう、でもない。ないか、なんかちょっと2万5千円どっかで埋めないと、なんかこのままじゃ、勝って損したみたいな動画になっちゃうと困るんで、G マスターのレンズを持ってるっていう、この、所有欲。カッコつけれる。G マスター持ってるぜっていう、権威性。これで、2万6000。はい。というわけで、ギリギリ、超えることができました。ありがとうございます。というわけでね、僕も、1000円分得したなっていう感じで、G マスターのレンズを購入することができました。まあ同じようなね、その環境、シグマのこのレンズを持ってて G マスターのレンズをこの購入を検討しているとか、まあ、単純にシグマ持ってないけどこのレンズの購入を検討しているとか、他にも2470とか 2870F2.8 投資の標準レンズですね、いわゆる、まあ、第三元レンズっていうのかな、そのレンズを購入している人とかの参考になれば幸いです。まあでもこの動画の一番の目的は、僕がこの20万の価値の差を実感できるかっていうところがメインでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。